見てるからメール返してるから横向いて食べてた母の手料理そこには愛があった今日はどうだった毎日めんどくさくて別に何もないよそこには優しさがあった帰りが遅くなった時枕なテーブルに作り置きされた夕食一人レンジで温めいつもの席に座ってみるなぜだろう美味しいって言葉も空っぽでこんなにも温かいご飯がこんなにも温かい笑顔がこんなにもすぐそばにあったんだああ何か話すわけでもないけど美味しいねの一言で分け合える愛がある愛がある学食の定位置止まらない笑い声ただ一緒にいたくて無駄話だけどそこには愛があった些細なすれ違いから意地を張り背を向け合ったんだ空いたままの君の席そこには後悔があった失って気づく思いいつかようで終わらせないでまた会う時は笑顔でいたいどんなに離れた場所にいてもどんなに時間が過ぎ去ってもなくしてはいけないものがあったんだああまたみんなでご飯を食べよう誰かのその一言で思い出せる愛がある忙しくて会えなくてもどうで思う